ショートショートを書こう。ショートショートをね、書いてきました。お題をお互いに、ね、出し合って、そのお題が入るようにして、ね、書いてきました。互いに書いてきました。はい。じゃあ、僕から行きますか。はい。短いんで。私の書いてきたやつ、旅客機にてというものです。じゃあ朗読していこうと思います。映画にも小説にもゲームにも飽きてしまい、私は一眠りしようかとリクライニングを少し倒した。舌打ちが後方へ聞こえたが、そんなことでいちいち切れていたら体が持たない。ただでさえ高血圧なんだからと思いながらも、ビールを一口飲んで眠りにつこうとした。しかし10秒も経たないうちに飛行機の揺れで私は目が覚めてしまった。少しくらいの振動だったら気にしなかっただろうが、それは一瞬右に45度傾くくらいの強烈なものだった。他の乗客はざわざわしだし、ビールが入った紙コップに倒れてしまい、ズボンが濡れて最悪だ。乱気流にぶつかったかと思い、窓の外を見ると、雲は遥か下にあり、上では太陽が輝いている。平穏な光景だと思ったが、右翼の中央に不審な影があるのに気がついた。目をこすってよく見ると、それは赤い服を着たピエロだった。ピエロが翼にしがみついていた。私が窓に張り付いていると、隣の男が、どうしたんですか?と話しかけてきた。私は指さした。いえ、人が翼に。男はメガネをかけ直し、興味深げに観察した。珍しいですね。日中戦争の時の生き残りですよ。そう言って、男はコートに身を包んで、途中だった新聞を読み出した。私は窓の外を見返したが、その瞬間、手を離してしまったのか、後方に飛び去っていく影しか確認できなかった。ピエロではなく、変面師だったのかもしれない。だが、真実を知る機会を失われてしまった。私は飲んでいたウイスキー瓶をカバンにしまい、アメリカの動向をつかむために地図を眺め始めなければならなかった。飛行機はセピア色の空に向かっていった。へぇー、ね。面白い。やばい。最後噛んじゃった。まあ、いっか。不思議。っていうね、感じでした。で、この私が出したテーマっていうのは、これはピエロって、ピエロですね。くんくんが出してきました。はいはいはい。なるほど。はい。飛行機に捕まっていました。面白いな。なんか、ピエロっていうワードから、この飛行機の翼にしがみつくピエロ。っていうビジョンが浮かんだってこと。そうなんですよ。そうなんですよ、ね、なんで思いついたかもうわからん。あなんでだろう、何を書いてたんだろうな。面白いね、やっぱりその部分がすごくこうビジュアル的に頭に入ってきますね。うん、変面師だったのかもしれないっていう。そこめっちゃいい。意味わかんない、うん、で、なんかなんだろう、最初は現代な感じがするんですが、うんうんうん、なんかピエロが現れた時からだんだんと時代が過去に戻っていて、今から第二次世界大戦だぞっていう感じがする。なるほどね。感じで書きました。面白い。あの、短い文で書けたから、よかったな、うんうん。なんか、単純にそこだけパッて。うんうん、そうだね、見せたいところがね。うん、うん。だから、うん、そんな感じです。はい、で、僕はもうタイトルがそのまんまもらったお題で、はい、電柱です。はい。読んでいきましょう。だな。
まあ、やりましょう。はい。私は本当のことを知っている。彼はそう断言した上でこう続けた。なぜキジバトの鳴き声は中途半端に終わるのか。あのガスタンクは本当にあんなに丸い必要があるのか。なぜアリには一定の割合でサボる奴らがいるのか。答えはすべてある一点に収束する。私が彼と出会ったのは実家から歩いて20分ほどの場所にある図書館だった。あの時私は自宅にこもりきりの生活についに耐えかねて、梅雨の時期に傘も持たず、半ば捨てばちな心で外に出ていた。それは何らの目的も持たない純粋な歩行としての散歩だった。ところが、というより案の定にわかに暗雲が立ち込めた。とつとつと降り出した雨は歩みを進めるごとに強まり続けた。ついに私の純粋な歩行は雨宿りという目的に向かうためのものに変わり、方向転換を考えたちょうどその時だった。図書館が目に入った。普段使わない方の市営図書館に私は詳しくない。この老朽化の進んだ集合住宅の1階が図書館になっているらしいことにもこの時初めて、本当に初めて気がついた。中に入るとどこか懐かしい匂いがした。図書館にはあるまじきことだが、かびた本の匂いかもしれなかった。濡れた髪から雫が垂れない程度にハンカチで頭を拭いていると、急な雨でしたね、と背後から声をかけられた。これが彼との出会いだった。私は入り口付近に立っていたので、後方から声がするということは私の後にここに入ってきた人物だろうと予測した。しかし、振り返ってみるとその男は少しも雨に濡れた様子がなかったし、私同様、傘も持っていなかった。本当のこととは何でしょう。真実というものには実体がない概念です。各人にその人にとっての本当があり、常に揺らいでいます。私がそう答えると、彼はクワツクワとひとしきり笑った後で、あの電柱、君、見たまえあの電柱を。そもそも電線というのは地下を通した方が安全で勝手がいい。そういうこと、つまり後先を考えずに、やけっぱち的に村に電気を通そうとしたから、あんなふうに珍妙な棒が今でもそこら中に生えているのだ。私は何の話だろうかと考えつつも、しかし私は電柱のある風景を好んでいます、と発話していた。どこかで見かけた景観を壊す電柱は廃するべきだという考えに対する反感が、声に滲んでいたかもしれない。彼が今度はドムドムと笑った。私はそんなに笑って体に触らないか心配になったが、彼はそんなことには構わず、君が電柱に思い入れがあることくらい私は知っているさ。君はこの町の電柱について大抵の住人より把握している。重要なのはそこだ。ほら、今度は空を見たまえ。あの血液のような赤い夕暮れと、それを美しい放物線で切り裂く電線を、そして黒々と影になった電柱の輪郭の緩急を。電気は現代の社会を動かす血液であり、それを伝えるあれらは血管だ。その露出としてのグロテスクと切実さに心を奪われる。考えるべきなのは奪われたその心が本当は今どこにあるのかということだ。その時ちょうど我々が見ている電柱に靴紐でつながれた一足の靴が引っかかった。複数の子供が一人の子から靴を奪い放り投げたらしい。子らは様子がおかしく、自分たちの行いとその場の空気に我を失い、反響欄に走り去ったようだった。靴下の少年だけがそこにいて、泣いていた。突然に私は怒った。この怒りの機会を待っていたかのように怒った。何としてもあの靴を奪還し、走り去った子供たちにこの怒りをぶつけなくてはならない。そう思った。人を苦しめてはいけない。愚かな衝動にこの本当の電柱を用いてはならない、と伝える必要がある。本当の電柱？なんだそれは。気がつけば私は電柱に登り始めていた。彼が足がかりのある高さまではしごをかけてくれたらしい。私はずいずい登り続けた。しかしなかなか靴のかかっている高さに到達できない。というか、角度のせいかかかっているはずの靴が見えない。さらに登り続け、おそらく普通の電柱の高さには来たとき、この場所に設置された電柱は記憶していない。つまり、ここに電柱などないことに気がついた。途端にこの電柱に上端がないことが実感として分かった。
遥か彼方空を突き抜けて伸びる天柱、私は帰り道がないことを悟った。とすれば、私はさらに登ることにした。存在しない頂という一点を目指して、もはや振り返る必要などない。私は進もう。私は本当のことを知っている。私は前に進むしかないのだ。私たちはそうできている。答えがそこにある。前に前に。ん？という文章でした。ん？どうなってんだ。どうなってんだ。待って、共有切っちゃったんですか。共有切っちゃいました。最初もう一回見たいな。最初もう一回見る。でもこれ別に見たところで、ん？って思ったの。ここかな？これ構造としてはだから、はい、一連の会話の間に出会いの、出会う場面が挟まってる状態ですね。うんうん、不思議な感覚になってる。これ、ね、彼ちょっと悪いやつかもしれない。そうなんだよね。あの、まあ、悪いやつというわけでもない。見れないはしごをかけてしまう。悪いとかじゃない。確かに。すごい。なんだろう。なんだろうって感じ。そうが言えない話作っちゃう。書いてる分にはすごい楽しいんだけどね。あ、なんか二人とも結構わけわかんない話書いてこんな感じですか。なんか言いたいことありますか。言いたいことありますか。ないっす。ないっす。ないっす。わかりました。みんなも短いお話を書いてみせてください。書いてコメント欄に載せてください。載せてください。読むんで全部。読むだけ。